利金とは、新末から中華民国にかけて実施された地方税。各省内の交通要所や、その他の利局において、物品通貨税として課された利金税の俗称。日本では、臨金税とも表記される。太平天国の乱において、真の雷も、が設置した利局が課した利金税が始まりである。八期軍の疲弊などから各省内でも、 臨時軍の長母などに関係する軍事費用がかさんでいた。この費用をまかなうために、旧石以外にも各省内の交通要所に利局を新設置して、物品の通貨ごとに利金税の徴収を開始した。昇家の利局は地域によっては利金局とも称されていた。財源不足に悩んでいた朝廷はこの税を認可し、百五十三年にチャンス省翌年に、 河南省に設置された。湖北省では、祖国藩が観光に新しく理局を設け、ついで順部となった小林翼が部省に2カ所目を設置した。各省順部が省内に設置したことで、全国的に広がった。内乱閉定後も廃止されることなく、制度が継続した。税は、通行税、物品税の形で徴収され、税率は2から10%に及んだ。 1864年に太平天国が鎮圧された後も利金は高級税として残り地方の重要な財源となった。多くの面でこの税は太平天国鎮圧後の各省への権力、分散傾向を示すものであった。各省内の組織としては利金総局の管理下に利局を設け、おさむ局が分局を統括していた。 1911年のチャンス賞における理局は15カ所、おさむ局の分局が約200カ所とされる。各省ごとの管理下で徴収され予算消化されていたこと、また、真の朝廷への報告義務等が曖昧であったことなどもあり、省や地域によって税率なども異なっていたとされる。条約項の外国商人たちは利金を 南京条約で完全自主権を失っていた慎重による輸入障壁と捉え、税を廃止するように政府に圧力をかけたが、最終的に廃止されたのは中華民国時代の1931年であった。ありがとうございます。